刀剣乱舞無双。従おう。これでいいんだよね。小田原征伐か。推測通りならば官兵衛の策がまたも振るわれる。勢いに乗る前に阻止したいかな。ああ、心ここにあらずじゃないか。まさかと思うけど、小田原城で山ん張り国広を振るう長尾明長に思うところでも。別にそういうわけじゃない。ただ試されていると感じる。俺と瓜二つの刀に邪魔され、昔本家の代わりとして戦に持ち出された場所に立たされ、本当にいちいち面倒だな。さまつなことに心乱されるべきではない。自分を見失うな。お前はバカなのかな。何？いや、実に愚かだ。本当に考えられないな。ま、義士が検出されました。とにかく余計な考えはやめる。あってはならないこの状況を止めることに専念しよう。そう願いたいね。まったく。第一、推測する限り最初に向かうべきは懐かしき小田原城ではない。ああ、黒田官兵衛が指揮しているのは押し城攻め。本来は石田三成への大抜擢だったはずだが、大雨のせいで三成は城を落とせなかった。この顛末を踏まえて官兵衛が乗り出したんだろう。備中高松城の再現として三成が失敗した水攻めを彼に代わって成功させるつもりか。調査するぞ。新たな流れが検知されました。やはりな。雨でも崩れないくらいの堅固な包みが築かれている。これで水攻めが派手に成功すれば豊臣軍の部位を見せつける格好の見せ物になるだろう。東国の平定は円滑に進み、黒田官兵衛の軍師としての名声も上がるというわけだ。それが主君を助ける純粋な献身ゆえなのか。官兵衛の狙いは正直俺には読み切れないが、考えてもわからないことで頭を悩ませるのはやめる。やるべきことをやるだけだ。まあお前の場合はそれがいい。大賛成だ。せいぜい隊長らしい働きを期待するよ。期待と言ったのか。お前がまさか。言葉のあやだ。惜しいな偽物君。さっさと官兵衛の水攻めを阻みに行くぞ。ああ包みを壊す策を見つけるか。
他の者の俺に構うな。切って捨てればいいだけだ。敵が多いな。まずは城内の時間差攻撃を一掃する。ああ、包みを壊すのはその後だ。あとは切る。城内の敵は片付いた。今のうちに包みを壊せば。同じ目的の武将か。ちょうどいい。先行して進路を確保してあげようか。豊臣軍の武将か。こちらの動きに気づかれるとまずい。下手に騒ぎを起こすより敵の目をそらした方がいい。ならあの瓦礫はどうかな。壊せばいい音が鳴りそうだ。今の音はまさか敵の患者か。注意を引けたな。引き返して迂回路を探すぞ。なんだこのぬかるみは。抜けぬぞ。これで破壊工作に気づかれずに済む。この調子で進むぞ。また豊臣軍の武将がいるな。そしてここにも瓦礫の山。今回も利用させてもらおうか。今の音、一応様子を見ておくか。うまく注意を引けたようだな。しまった。ぬかるみに足が。進路は確保した。先に進もうか。時間素行軍のお出ましか。さっさと片付けてやる。気をつけろ。また豊臣軍の武将だ。瓦礫は2箇所にあるのか。よし、瓦礫はあと1箇所だ。向こうが騒がしいな。一体何が起きているのだ。かかったな。こんなところに脇道が。北条の伏兵がいるやもしれん。足元か。これでは先に進めねえ。うまくいったな。進みは近い。急ぐぞ。まあ、浜岡刀剣男子。あくなり上は親玉に。準備はいいな。誰に言っているのか。蹴散らすぞ。楽しめそうだ。ぶった切ってやる。
てももう遅い。さて、任務完了か。包みを守る敵は排除できたな。引くぞ。包みの破壊は先ほどの彼にお任せしよう。修復が進みました。これで黒田官兵衛も一旦は引くだろう。なかなかの成果だな。ああ、あとは小田原城に向かうだけだ。集中を欠くつもりはない。行ったそばから考え込む奴がいるか。そのどうも俺は勘違いしていたのだろうかと。写しの俺は本家の代わりでしかないとどこかで思っていた。主がお前ではなく俺を隊長に任じていた理由もわからなかった。加えてお前が偽物だなどと喧嘩を売るから、俺は確かに自分を見失っていたのだろうな。俺のせいにするな。偽物、隊長、どう呼ばれるかはどうでもいいことだ。戦いながら示していけばいい。刀剣男士としての俺が本丸のためにできること。俺を隊長に任命し期待してくれた主の気持ちに応えるためにも。よし、調子が出てきたぞ。頑張ってみるよ。